はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションウドゥ編。この動画のシリーズではこのウドゥという楽器について1からいやゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でこのレッスンのガイダンス、3本指使った3フィンガーの奏法、人差し指使った4フィンガーの奏法、それらを交互に叩くスプリットハンド、指1本1本で叩くスプリットフィンガー、穴を使ったベーストーンの叩き方について解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。で、今までのレッスンでですね、このウドゥについての基本奏法はすべて解説しておりますので、今回がこのウドゥ編のレッスンの最終回となります。はい、今までありがとうございました。で、今回はですね、今までやってきた奏法だったり叩き方をもう総動員してリズムパターンっていうのを叩いていく、作っていきたいと思います。正直今までやった内容を組み合わせさえすれば、もうあらゆるリズム、どんなリズムでも叩くことができます。ので、あとはもう好きにやっちゃってっていう感じなんだけれども、その作り方のアイディアっていうかね、ヒントになるような例を挙げていきますので、よかったら参考にしてみてください。で、今回僕この穴右手でベーストーンを叩けるようにセッティングしますけれども、これまあどっち側どこにあっても大丈夫です。みんなはそれぞれ叩きやすいセッティングで叩いていただいて、僕がやってるのを、まあ、自分に置き換えて考えてやってみてください。はい、ウドゥでリズムを叩くときにメインとなる音はベース、この音と3フィンガー、この音、この2つです。ベースはショートでもロングでもベンドでもどれでも構いません。とにかくこの低い音と高い音、これが明確に叩ける出せることが重要で、この2つさえあればですね、どんなリズムでも叩くことができます。これはもうどんなパーカッションでもドラムでもそうですね、ドゥンとタンみたいな低い音と高い音が出せれば大体どんなリズムでも叩けると。例えば前回やったあったりみたいな感じですね。もう可能性は無限大なわけです。なのでベースと3フィンガーをメインにリズムを作って、それ以外のところは4フィンガーとかスプリットを使って埋めたり装飾したり味付けしたりするっていう風にやっていきます。そうすると、こんな感じで叩けるというわけです。はい、ではリズムパターンの作り方の例っていうのをやってみたいと思います。まずはベースと3フィンガーでメインのリズムを作ります。で、これは音楽に合わせて音楽を聴きながら叩いて、なんかいい感じにできたものをやってもいいし、何か思いついたもの口で歌ってみて、ドンとパンドンとパンみたいに思いついたものを手で再現しても OK です。で、今回はめちゃくちゃ簡単にこれだけにします。ドンタンドンタン、これ交互に打つっていうだけ。はい、これを基本に作っていきます。で、まず反対の手でこの間を埋めてみます。はい、これだけ。はい、これで立派な8ビートっていうかね、ドラムで言うとパンドンパンが叩けてしまいました。はい、で、これだけだと、まあ、あまりにシンプルであると、まあ、もうちょっとね、なんかやりたいなっていうことでちょっと味付けを入れてみますか。はい、こんなのいかがでしょう。ドン、タタタタン、タタタっていうね、三連形のちょっと細かい味付けが入りました。はい、僕が今やったのは4フィンガー一発やって、反対の手でスプリットやって、タタタって細かく3発入れたんですね。タタタで最後に3フィンガーで一発。これすごい使いやすいので、ぜひ覚えてください。タッタッタッタ、こういう細かい味付けを1箇所だけでもやることによってリズムがすごく豊かに聞こえます。はい、これ毎回やるとどうなるかっていうと
なんかちょっとね、世話しないというか、わちゃわちゃしてるというか、ちょっとうるさいよお前という感じになりますので、塩梅、適量が大事でございます。たまにやるのがいいっていうかね。はい、そうすると、お、粋だねとなりますので、こういろいろ試してみてください。はい、では改めて、これを基本に今度はもっと細かく埋めてみます。まあ、いろいろやってしまったんですけれども、これをあくまで基本にして、今のはさっきの8ビートの倍で埋めました。つまり16ビート、16ビートっていうことですね。ドツツツタツツツ、ドツツツタツツツです。僕の今の手順はベース4フィンガー、4フィンガー、3フィンガー、3フィンガー、4フィンガー、4フィンガー、3フィンガーです。ずっと右左交互で、という感じですね。なんかこう複雑でよくわかんねえなと思ったら、片手だけ考えてみると、今までやってたドン、タン、ドン、タン、この間に一発4フィンガー、人差し指を入れたっていうだけです。これだけで片手で8ビートになってますよね。さっきやった。はい。で、これでさらに反対の手、左手で、4フィンガー、3フィンガー、まあ、スプリットでこう、ずっと間を埋めてるっていう感じですね。こっちの手はずっと、これ交互にやってるっていうだけです。これだけで十分使えますので、ぜひ練習してみてください。で、よく分かんなくなっちゃったなという人は、もうずっと3フィンガーとか4フィンガーとかシンプルに刻むだけでも、ツッタ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 っていう感じで、ね、触れる感じで刻むだけでも OK です。でこうリズムをキープしながら、時々装飾や味付けを入れたりしてみます。みたいな、タカタカターンみたいな、ちょっと細かいやつですね。今どうやったかっていうと、3フィンガー、3フィンガー、4フィンガー、4フィンガーです。つまりスプリットの交互打ちってことですね。タカタカ、これ早くやったって感じ。これもすごくね、使い勝手がいいんで、ぜひ習得しておくといいかなと思います。で、これやった後にもう一発3フィンガーですね。タカタカターンですね。タカタカターン、はい、ターン、タカタカタン、ドンタン、ドンタカタカタンっていう感じですね。これもたまにこうさりげなく入れると、お、粋だねとなりますので、ぜひやってみてください。でこういう音数が多いリズムを叩くときのコツは、音の強弱、メリハリをすごくはっきりつけるっていうことですね。つまり全部の音をしっかり叩いてしまうと、タタタタタタタってこう平坦になってしまうというか、なのでどれがメインの音なのか、どれがリズムの肝なのかっていうのをしっかりと見据えて、今回だったらこのドゥンとタンっていう、これだけなので、これ以外の音をものすごく小さく、こう相対的にね、あんまり目立たないように、こっちのメインの音をちゃんと引き立たせるようにすると、こう立体的にリズムが聞こえてきます。はい、では最後に右手と左手をそれぞれ別々に叩くというのをやっています。今まではずっとこう右左がね、交互になるような手順だったんですけども、今度はバラバラにっていうか同時に叩いてみます。右手は今まで通りベース3フィンガー、ベース3フィンガー、これだけです。ターン、
で反対の左手ではスプリットでね、タッ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 と、はい、これずっと刻んでみましょう。これを同時にやると、せーの、まあこうなるわけですね。はい、こっちの手はずっとこうスプリットで刻んでいるというだけです。今人差し指と薬指でやりましたけど、人差し指と3本指でも別に構いません。タン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 と刻みながら、こちらの手ではベースと3フィンガーでメインとなるリズムを刻むと。はい、これもね、限りなくドラムセット的なアプローチですよね。ツッツッツッツって片手でハイハットをやりながら、キックとスネアでドチッチッパチッチッチッドドチッチッパみたいにリズムを作っていくようなアプローチになります。まあ、ちょっとね難しいんですけれども、ぜひトライしてみてください。はい、というわけで今回はウドゥのリズムパターンの作り方のアイディア、ヒントをお届けしました。参考材料の一つとしてやってみてください。ちなみに僕こうね、ウドゥをずっとまっすぐ立ててやってましたけども、もちろんこう横にしたり斜めにしたり構えて持っても大丈夫です。特に最後にやったこう右手と左手がバラバラに動くような動きは、こういう風に横にして底の面なんかを叩く方もよくいますので、こういう風にプレイしても全然 OK です。特にね、こう穴が上向いてたりすると、右でも左でもベースが叩けたりするので、まあこれはこれでありかなと思います。こうセッティングだったり叩き方っていうのは、あとはみんなのアイディア次第なので、今までの材料をですね、生かしつつですね、あとは自分でやりやすいやり方、これがいいんじゃないかっていう方法を見つけていただければと思います。はい、今回でひとまずゼロから始めるパーカッションウドゥ編のレッスンは終了となりますので、まあ、ここから先ね、もっとハイレベルな難しいテクニックだったり、いろんなプレイスタイルを知りたいという方はね、個人レッスンにお申し込みください。個人レッスン、対面レッスン、オンラインレッスンやってますので、概要欄からチェックして、お申し込みください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。